かどうかわかんない。行方不明なんだって。二人揃って行方不明なんだって。本当ですかね。まあ多分ガセだと思いますけどね。要はマスコミが追い切れてない、なんか雲隠れしてる、なんかどうやらそういうことらしいですけど、ネタがないことをね、こういう使い方をして、あれか、なんかこの発行部数的なものをこの稼ぐみたいな、そういう姑息なやり口ですかね、クソマスゴミどもの。特になんか変、なんか進展もないね、なんか波風も立ってない、どうすっかなーみたいな。じゃあ特になんかネタもないから行方不明ってことでいいんじゃないですかみたいな。いや、あいつらそれぐらい平気で嘘つくだろう。まあいいや。じゃあ一応そういうつもりでね。まあ取り上げといてこんなこと言うのもなんなんですけど。あ、だからもうある意味もうこれ見なくていいっすよ。見たらダメです。やめましょう。中身ないようなもんなんで。てか中身多分ないな、これ。あの車はヒュンダイビジネスですかね。あの媒体か。小室圭さん、孫さん夫妻が行方不明に。失踪とか蒸発とかだったら、まあそれはそれでちょっと興味深いんですけど、絶対違うと思うよ。2億円豪邸も放置されたままだって。そもそもそれがもうガセだったんじゃねえの。2億円の豪邸を放置、都営から2年にわたって住み続けたマンハッタンの高級マンションからついに引っ越すと報じられたディガーさん、マコさんに異変が。あれか、ついにね、この家族が増えるっていう異変が。で、実は10月の中旬以降、どのメディアも小室夫妻の姿を確認できてないです。で、どこに雲隠れしたのか。まさに行方不明なんですよ。だって。お前らが仕事サボってるだけじゃねえかよ。ちゃんと貼っとけよ。使えねえな。で、これまで2人が住んでた部屋の契約期間が11月中旬で満了していて、引っ越しはしたってことなの？21日からは新しい住人が入居できる状態になっている。すでに小室夫妻は退去しているのは確かだが、その後の行き先は全く分かんねえんだって。ポンコツだな、お前ら。金払ってパパラッチ宿か囲ってたんじゃないのかよ。で、一体どこに消えたのか。あ、多分これつなぎかな。もうとっくにね、分かってるんだけどね、すぐネタ枯渇しちゃってもしょうがないから、多分行方不明っていう今回の記事を挟んで、ね、ついに判明みたいな。ディガー夫妻新居、ほんにゃんかんにゃんみたいな。多分なんか1週間後ぐらいに普通にしれっと出てくるんだろう。なんかあれだね、例えばアニメとかでもさ、ね、この回想シーンと前回の振り返りで、ね、賞味15分ぐらいのなんかそういう感じ。なんかもう引っ張りすぎみたいな。そういう感じじゃないのかな、これ。どうなんだ。そう。もうなんか空になってんだ。へえ。で、一体どこに消えたのか。一部のメディアはマンションを引き払った小室夫妻がニューヨーク郊外の2億円の大豪邸に引っ越すと報じていた。しかし、二人はそこにも現れていない。オーストラリアとか行ったんじゃねえの。それかカナダとか。で、近隣住民が、少し前まで作業員が何人もやってきて、建物の隅々まで念入りに下調べしていました。てっきり小室さん夫妻が引っ越してくるので、その前に大掛かりな改修工事でもやるのかと思っていたら、内装を少しいじっただけで中断していますと。ひょっとすると新居の場所が報じられたので、リフォームの途中で急遽引っ越し先を変えたのかもしれません。だから中途半端なまま放置されているのではないでしょうか。自宅だけでなく、小室圭さんは勤務先の弁護士事務所にも出入りしていない。首ですか。業務の関係で首都ワシントンへ転勤した可能性も取り沙汰されていると。あ、まあニューヨークにはなんか任せられる仕事がないとかって言われたって言ってましたね。正式な事例が出るのは早くても年明けになるので、すでにワシントンに移っているとは考えにくい。で、おそらく新居を知らないため早めに退去して、知られないために早めに退去してホテルに移ったんだと思うんですが、どこにいるのか見当もつかないんですよ。だって。何巻かれてんだよ、てめえら。下手くそすぎるな。
それが本当だったらね。しまいにはもう破れかぶれかな。小室夫妻よ、どこへ行ったのか。間抜けだな。なんかもうこのディガー夫妻絡みのね、このネタはもう何件も見てきましたけど、その中でもなんか一二を争う間抜けっぷりだな。ただ単にお前ら仕事してねえだけじゃねえかよ。まあマスコミにとっては行方不明でもね、宮内庁とかさね、秋篠印のね、このロイヤルチート、ロイヤルキャッシングのね、このなんか大元、うん、そっちでは居場所把握してんだろ当然な、うん、まあ別に2人に関してね、まあそこそこ久々のニュースだったかなこれね。まあ2人とも一応ほら一般人なわけじゃん。所在については別にどうってことないっすよ。要は2人に流れる金の流れだけだよ結局残ってる問題はさ、うんね、どこでどんな暮らししてもいいと思いますよね、好きにすればいいんで、うん、2億円の豪邸も結構ね、必死に働いて貯めたね、うん、あのお給料から貯金からってんだったらもう誰も文句なんか言わないっすよ。でもそうじゃないと疑われているからね、いつまでもこの調子なんでしょ、うん、それでなんかこの時折出てくるこの被害者面みたいなさね、そんな話は通用しねえぜってことですよね、うん、ね、金の心配もねえだろうし行方不明なんてことがあるわけがない。本当に誰かに連れてかれちゃってたらそれはそれで面白いですけど、うん、そうか、ニューヨークを離れて暮らすのか、へえ、転勤ね、うん、ワシントン、へえ、まあ行方不明っていう言い方はねちょっとなんかあれかもしれないですけどね、うん、まあそろそろね職場自体にもうなんか弁護士風ね、弁護士夫妻風みたいなのもまあ飽きてあれかな、でも今までの職場、どの職場よりもね、楽しそうじゃない、楽そうか。ね。わかんない、どっかね、ハワイかどっかのさ、アメリカのなんか別な州で、別な大学でさ、また違う全然関係ねえ分野の勉強とか、始めてる、なんかそういう準備期間中かもしんないよ。うん。そういえばなんか、渡米した頃に、なんか報道機関となんか変な協定みたいなのなかったっけ？そんなのなかったっけ？あれも結局うやむやなのかな？なんつうかさ、ね。もうなんかこの領事館とかさ、宮内庁とか弁護士、弁護士は関係ねえや。日本政府、ね、外務省、領事館、宮内庁、ね。うん。もう公的機関を全部手引けよ。いい加減。ん？なんでほっとかねえんだろうな。一般人の癖して。ね、警備なんかつける必要ねえだろ実際、うん、どうしてもすんだ、自分で雇えばいいだけの話なんだからさ、うん、そうだよ、だからこのこっちからもうなんか切り離しに行ってやればいいだけの話だよな、うん、あとはどうしてもつんだったら、ね、本当はそれもダメだけどね、だからもう本当にこの秋篠印のみ、うん、ね、宮内庁も、ね、外務省も、ね、日本政府も一切合切も完全にもう手引く。うん。でも一切税金も、ね、金も人も動かさない。うん。その方がだって2人も本物の自由を満喫できるから満足なんじゃないの？うん。ね、本当の意味で身の丈を知るいい機会になるはずだよ。それやんねえからいつまで経ってもこうやって。ね。うん。よくねえよな。そうそうそう。だからもう完全に切り離しちゃえばいいだけなんだよ。うん。ふいって。ふいってこの一般社会人やりゃいいだけの話だ。うん。ね、ということで今回は以上です。